こう頭からちょっと近づくだとしたら俺は右じゃなくて左になっちゃう。ちょっと頭からこれがパスしたみたいな。おお、俺がここで右打っちゃうと誰もいないところに手を挟んでいるんですよね。でこっちで後で反発して後から攻めるんですよ。受けはそれを作っていく。はい。だからそう見えてるよね、こっちに入るんですね。こっちに入る。そうすると頭になっても俺が攻めるんですよ。で次はりゅんちゃんがもう来るしかないから、そう俺はまたこのようにね、頭に飛んでね、こうやって飛んでね、こういうふうにして待ってたんですよ。はい。こんな風に受けは常に囲めるように囲めるように相手にパスで行く。で、取り出したら必ず状況を出よう。で、状況を出て、あ、危ないね。本当危ないね。そう、やっぱこっちになる。で、受けの人次どう囲むのか。そしたら俺はこっちになる。こっちになる。そしたらこっちになる。それには死にかかる。こういうふうに、